の、まあ、このトークの趣旨と申しますのは、まあ、まずあの普通あの対談する相手というのはあの片方のモデレーターが決めるという感じなんですけれども、全然関係ない教員が、まあ、関係ないんですけれどもあの対戦相手、対戦と申しますと対談相手を決めて、その中で戦っていただきたいと思うんですけれども、あのいろいろと新しい形であの話が広がることが、新しい出会いの中で話が広がっていけばよいということで、まあ、本日の企画を、させていただきました。でその中で、あの本日お招きしたのは、今回は香川さんなんですけれども、実はあの、一郎先生と香川さんの共通点があります。もともと機械工学を勉強されていらっしゃったんです。でそれがまた、あの2人とも、まあ、関連質もあれば、全然違う分野かもしれないところでご活躍されていて、実はもっと以前にお二人はとっくに対談してたなと思いきや、実は今回は通過ワードということで非常に楽しみにしております。で、あの今回あの第3セッションのお題として挙げさせていただきましたのが、私自身の疑問でもありますし、またあのお二人から学びたいこともあるんですけれども、ちょっといろいろとの創造性解説とか散々言われてますけれども、結局のところ創造性って一体何なんだろうというところをあのお二人のお考えを伺いたいですし、何かって議論いただければ。またそれは磨くことができるとよく言われてますけど、本当に教えることができるのか、作ることができるのか、そういうところも含めていろいろと議論していただけるということで、進めていただきたいと思います。でまずあのそれでは自己紹介するをしていただきたいと思います。まず佐川さん、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、先生ありがとうございます。今日ありがとうございます、呼んでいただいて楽しみにしていただきたいと思います。タクラブデザインエンジニアリングという会社を、やっています香川と言います。よろしくお願いします。僕の方はですね、個人のこれプロフィールなんですけど、あの今稲見先生もおっしゃっていただいたように、僕もともと今はデザインの仕事をしてるんですが、もともとは、工学部、しかも機械工学っていう結構あの古くからあるジャンルの、エンジニアとして大学で教育を、受けた、で、あのただその後、ちょうどですね、僕が大学出たのが2001年ぐらいなんですけど、99年ですね、1999年に学部を受けてるんですが、ちょうどその、 あのデザインの、話題がですね、まあ、工学部の中でもちらほら聞こえ始めたようなそんな時期でした。で僕はそのままあの元々メーカーに就職しようと思ってたんですけど、あのメーカーにこうあの実際に行ってインターンとかでちょっと潜り込ませてもらったんですけど、まあ、エンジニアがエンジニアとしてそのメーカーの中に入っていくと、まあ、どうしてもその、どちらかというと量産の、まあ、具体化というか、まあ、実際の設計という意味では、まあ、あの結構現場の落とし込みの世界にちょっとこれ入っていく感じだなっていうふうな印象を持ちまして、まあ、そこでその自分のキャリアに対する少し危機感も、芽生えて、でそれで、ですね、そこで結構あの方向を切って、デザインの勉強をこれちょっと一回ちゃんとやってみようということで、イギリスのロイヤルカレッジというところに、2年間マスターで、留学をして勉強しました。そこはあの、皆さんがよくご存知の、方というところでは、あのジェームス・ダイソンさんが掃除機作ってらっしゃる方がいらっしゃいますが、あのダイソンまあまあ、今メインのスポンサーだったりするんですが、まああいう僕らがデザインエンジニアと呼んでいる、ハイブリッドなタイプの人ですね、まあ、人材を育てているところです。でそこで2年間あのデザインについて、少し教育をあの受けた後に日本に戻ってきて、5年間あの山中俊二さんというプロダクトデザイナーさんがいるんですけど、まあ、彼のところに5年間あの、まあ、メンバーとして、彼のスタッフとして働いて、まあ、主にプロダクトデザインの経験を積んだ後に、2006年にタクラムという会社を、作りました。で以来ですね、あの、まあ、いろんな仕事を、今、会社としては、やっているんですが、まあ、デザインとエンジニアリングというこの2つの、まあ、テクノロジー独立するという、まあ基本的には一般的にはその工学部系 の、 あの、まあ、学校とその芸術系の学校がやっているようなことをどうやってこう2つ、融合ということではなくてどうやって掛け合わせていってお互いの、いいところですね、発揮できるような仕事のスタイルであるとか、まあ、人材の形ができるかというところに日々取り組んでいます。そういう意味では慶応大学の、KMD の皆さんとは、まあ、あのシェアしている、ビジョンとかそういうところがかなりあるのかなというふうに考えています。
で、井上先生ともなんかちらとですね、お仕事でご一緒をこちらから少しですね、ご相談に上がったりとか、そういうところで環境を出させていただいています。で、今、ピクラムでやってる仕事の、まあ、これちょっと広がりなんですけど、まあ、縦軸デザインとエンジニアリングという2つ領域を含みまして、左右にタンジブルインタンジブルというふうに。あと教育というところでいくと、今年からKBDの皆さんともいろいろと絡みのあるところなんですが、イギリスのロイヤルカレッジオブアートのイノベーションデザインエンジニアリングというコース、僕が行ってた出身の方なんですが、ここの客員教授を今年からやるようになりまして、今2ヶ月に1回ぐらい行って、イギリスでの、彼ら学生と話したり、いろんなことを今年からやり始めています。多分僕 GID の方の客員でも多分あるはずなんで、では、何かしらさらに今度、はい、アルシェリー学生がいるのですが、そうですか、じゃあぜひぜひ、はい、という感じです。で、僕らが今やってる仕事、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブのこの三角形をつなぐような、これはトライアングルのなんとなく大きなビッグピクチャーとしてイメージして、そこの T と C ですね、テクノロジーとクリエイティブをつなぐところで、デザインエンジニアという人たちをどれだけたくさん育てていけるかということを、会社としては提案して、やっています、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では石田先生、その今香川さんのお話に出てきた、はい、その RCA というところは、はい、使用されている方はご存じないかと思っているかもしれないですが、はい、KMD が GID プログラムということで、グローバルイノベーションデザインプログラムということで、それぞれが農家ここで KMD と RCA とそのイクリアルカレッジとあとプラットフォームの3つを回れるという、私が学生だったら来たかったという感じなんですけれども、はい、そういったところでも実は多分KMD とのつながりが、そうですね、はい、僕実はまだなったばっかりで KMD に多分行かなきゃいけないなんですけど、まあ、先生たちと一緒にいろいろディスカッションしたいなとちょっと思って、むしろこれのきっかけに、はい、ぜひよろしくお願いします。では、はい、石田先生お願いします。はい、石田でございます。よろしくお願いします。何を話せばいいのかなっていうのも結構わからない感じのトークセッションシリーズらしいんですけども、話を伺いながら何を話そうかななんて思いながら聞いていたんですが、私自身は初めに稲見先生からご紹介いただきました通り、高川さんと同じように機械工学、工学部の機械出身でロボット工学を専攻していました。その後ですね、MIT のメディアラボというところに行きました。デジタルを使った新しいコミュニケーションで表現を生んでいくということに非常に興味があって、メディアラボというところに渡ったわけなんですけども、そこで出会ったのが子どもとメディアの研究だったわけですね。で、私自身は中学でポケベルで、高校で PHS で大学内蒙古させられたんですけども、まあ振り返ってみれば、新しいテクノロジーが思春期の時に入ってきて、自分人と友達同士のコミュニケーションが大きく変わり、ライフスタイルが大きく変わるということを一番多感な時期に過ごしながら、成長していった世代でして、確かに新しい技術を使って新しい表現とかコミュニケーションを生んでいくのというのは、子どもたちの世代だろうというふうに思った時に、子どもたちに対して、その創造的な学びの場、テクノロジーを使ったクリエイティブな学びの場を作っていくということを、やっていきたいなということで、カゼロをずっと推進しています。あまり長く行かない方がいいかなというふうにさらっとお話ししたいなというふうに思うんですが、私自身が KMD にジョインしたのは2年前からでして、メディアラボを卒業した後はずっと NPO キャンパスという NPO 法人を作って、産官学連携で子どもたち向けの創造的な学びの場を作るという活動を推進してきました。でご覧いただいている映像は、KMD とそのキャンパスで共同で行った、毎年1回行っているイベントなんですけど、ワークショップコレクションという企画でして、全国から子どもたちが作って表現をする、作る要素が必ず入ったワークショップだけを集めた博覧会イベントです。前回ぐらいから100校のプログラムが一堂に会して、2日間で10万人の子どもたちが参加するような人に育っています。もともとそういう、これまでみたいな何か知識を記憶し暗記する学びから何かをクリエイトする学びに変えていく、その新しい学びの場っていうのをどういうふうにみんなに伝えていけばいいのかっていうふうに考えたときに、どうしても教育っていう言葉を使ってしまうと、ちょっと
閉鎖的なイメージがある中で、もっと楽しくファッションショーみたいなことを伝えていけないかな、まあ、そういうことで、まあ、こうイベント形式でそれを伝えていこうということで始めたのがこちらの企画です。でまあ、日常的にも日々いろんなところで子供たち向けのカリキュラムなどを提供しているんですが、まあ、最近ちょっと盛り上がっているのがプログラミングですね。子供たちがプログラミングをしてものづくりをしていく、ゲームで遊ぶのではなくてゲームを自分で作り出す、まあ、そんな学びの環境を伝えるっていうものというのが実は国内外でブームになっていまして、諸外国いくつかの国においては、初等教育なんかが必修、学校の必修にするような国も出てきています。まあ、日本でもですね、国が定めた成長戦略の中にプログラミング教育と実施することというのが明記されたこと、それから中学校の中で技術課程の中でプログラミングというのが必修になったということも相まって、まあ、この2年ぐらい子どもたちにプログラミングを教えるというのが非常にちょっと大きなムーブメントになりつつあります。私たちはそれを、ある意味、10年前からずっとやってきたわけなんですけども、今ご覧いただいていたのというのは被災地の子どもたちに対してプログラミングを提供していただけた様子ですね。被災地からですね、災害に左右されない IT 人材育成に寄与するようなカリキュラムを提供してくれるという話を聞いたときに、被災地の子どもたちに一人で600人から700人の子どもたちに提供するとともに、地域において継続して、こういう活動を推進できるような地域コミュニティを作るということを選んで行ってきました。その様子が、なんか Google さんにすごくなんか評価を受けてですね、2年前の Google のエリック・シュミット会長が来てくれて、2人で共同記者会見をして、昨年はそれを全国に広げるというプロジェクトをキックオフして、1年間で1万5000人の子どもたちに届けてきました。時間的にも細かいことをお話ししませんが、私はですね、じゃあどんな活動をしているかというふうに答えるならば、子どもたちの創造的な学びの場を作るという活動を行ってきています。その作るってもいろんな作るがあって、自身は創造的な学びを作るのも10個の作るっていうのをやってきたかなというふうに思います。一つが場作り、三感覚で、その活動を推進する場作り、それからプログラム作り、何百ものカリキュラムを作っています。それから教材作り、それをパッケージ化して全国で300施設ぐらいに導入をしています。それから先ほどもアプリの話がありましたけれども、子どもたち向けのタブレットやスマートフォン向けの、アプリ、それからそういう新しいクリエイティビティを伝えられるような人材、大人の人材育成、それから子どもたちの創造的な学びの場を支える空間作り、それから定常的にそういうような活動を行える拠点作り、それから最近そんな動いのが街づくりですね。子どもたちを主役とした街づくり、それから、例えばそれを、日本全国の子どもたちに届けていこうというときに、一人一台情報端末を持って学ぶような環境を作るといったような環境づくり、それから、子どもたちと一緒に未来を考える未来づくりというのに取り組んでいるところです。残し未来学というのは子どもと一緒に今取り組んでいるんですけども、昔未来学というのがあって、やっぱりその未来を、過去の歴史的な出来事や現在の社会情勢を踏まえて未来を予測する学問として未来学っていうのがあったんですが、未来を予測するのではなくて未来を作り出す学問っていうのをやっていこうということで、子どもたちとして未来学っていうのを行っているんですが、2011年にアメリカのデューク大学の先生が、今その年の子どもたちが大人になる時には 65% の職業がなくなってるだろうという論文を出して、結構いろいろと波紋を呼んだんですけども、まあ、多分その世界っていうのは実際実現すると思うんですよね。私が小さい時からを考えてみても、例えば切符を切るおじさんは自動改札になって、銀行の窓口の人は ATM に変わって、それから最近ではアマゾンがね、人が宅配するのではなくドローンが宅配するサービスを出していく。で、子どもたちっていうのは 65% の職業がなくなる時代が来ている、まあ、そんな時代に生きる子どもたちに必要な力っていうのは、まさに残りの 65% を作り出す、クリエイティビティではないかなということで、今回のテーマである創造性っていうのを大事にした活動をずっと行っています。私からは以上です。ありがとうございます。今までのセッション、はい、司会はほとんど発言しないパターンがあったんですけれども、どっちがいいですか？いや、私介入入った方がいいですか？どっちがやりやすいですか？介入していただいた方がいいですよね。はい、いいですか？失礼します。いや、10年経ったわけじゃないですか。当時子供ちびっこだった人がもう今大人になっている人もいるわけですよ、ね、そうですね。どうなってます？ですね、10年活動しているので、その当時の子たちが今大学生くらいですね、うん、で大学生になった子どもたち、まだ
大学生になった子どもたちは今この活動に参加をしてくれていて、まる教える側として参加をしてくれていて、まあ、そういう人材のスパイラルが生まれていくっていうのはいいことだなというふうに思うんですが、ただ今指摘質問を受けたのっていうのはどういう効果が現れているのかっていうことだと思うんですけども、実はその10年活動していて最大の課題っていうのがどうやってそれを評価するかっていうことなんですね。創造性が育まれたということをどういうふうに定量的に評価をするのかってことっていうのは実はずっと議論としてはあるんですけども、多分世界中どこを見てもその定義がなかなかできていないっていうのが現状でして、ただ定性的にはいろんな効果が出ていて、例えば保護者からのアンケート、子どもたちからのアンケートを取ると、日常的な、他の行為に対する主体性が増したとか、積極性が増したとか、集中力が増したとか、まあ、そういう定性的なものは出てるんですが、それをいかに効果測定として持っていくかってことはちょっとこれからの課題かなというふうには思ってます、まあ、でも客観測定でなくて、本人がそういうふうに信じてるだけでもいいような気もしますけど。そうですね、なんかまさになんか、じゃあこういう活動の何の効果があるのかっていうふうに言ったときに、まさに子どもたちが自分は、新しいものを作り出せるとか作りたいと思えるっていう気持ちをモチベーションを持ったってことっていうのはある意味最大の、私としては効果なのかなっていうふうに思うんですが、じゃあこれをいざ学校教育の中で導入していくっていうと、やっぱ定量的な評価が結構求められたりします。そのなぜその一人でもいいかなと思ったのが、自分の中で自分が想像的だと信じられるだけでもいいかなと思ったのが、その表現するって最初恥ずかしくなかったですか？下手する、つまりその人前で話したりとか、自分がこういうのが好きだというものを表明したりというのはもしかするとものすごい恥ずかしかったかもしれないことで、でもそれがいつの間にかだんだん慣れてきて、でもしかしたら自分が話していることはなんかみんな、 なんかニコニコ聞いてくれるというところがあると、だったらもっと話すのかなというふうで、逆にそれがニワトリ卵じゃないですけれども、回り始めるきっかけにもなるのかなというふうにも勝手に思っていて、ちょっとお伺いしたんですけれども、逆に言うといつから恥ずかしく思いましたかっていうのを知りたいなと思っていて、例えばいろんな子どもたちと今まで35万人ぐらいの子どもが参加をしてくれていて、見ていると小さい時は紙とクレヨンがあったらみんな絵を描くんです。ずっと絵を描いてるんです。だけど、まあ、大体10歳ぐらいで区切りが来る子が多いんですけど、自分を客観視できるようになった年齢から自分が上手だと思う子以外は絵を描かなくなるんですよ。だからつまり初めは別に恥ずかしいことじゃなかった、紙とクレヨンがあったらいつも絵を描いてたのに、ある時期から社会常識が入ってきて客観的に自分を見るようになると、それを抑える傾向になる。だから私自身はなんかその抑えなくていい環境を整えるっていうか、なんかそういうことの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、それっていうのは周りの大人がかけた一言によってその子のクリエイティビティみたいなことが大きく変わるっていうシチュエーション。ちょっとなんか私ばかり喋ってるのでちょっとあれですけど。あのお二人はいつ頃から作ること始めましたか、はい、もしくはその表現することって始めました。僕なんかいやそれすごい自分でもよく考えるんですけど、なんか自分がなんで今の仕事をやってるのかなっていうのをこうずっとなんか三つ子の魂的に遡っていくと、僕はもうちっちゃい頃からなんか親からもらうなんかおもちゃとかをもうとにかくすぐ分解する、 いますよねそういう子で、組み立ててみたいな。でそれとなんかね、小学校時代の例えば木版画とかなんか絵描いたりとかありますよね、遠足行って描くとかが僕の頭の中では全く連結してなくて、でなんかそのそうやって表現をすることっていうこととなんか物をなんか作ることっていうのがなんか全くなんだろう、頭の中で別扱いになってたんですね。で僕どっちかというと実は美術とかについては特に小学校時代に今志戸さんのおっしゃった話でその客観視っていうところでいくと、僕は得意じゃないっていうふうに先生から多分小学校の先生からメッセージも受けたし、あなたはそんなに絵のうまい方じゃないよねっていうなんかそういうなんか表彰されたりもしないしとかっていうのでちょっと苦手意識があって、なんかその 芸術っていうのはなんか難しいもんだみたいな感じですごい遠のいていったのをすごい覚えてるんですよ。で小学校時代がそうだったんで、中学時代も高校時代もほとんど全く興味がなかったんですね。でなんか巡り巡ってなんか大学で専門に入り始めた時に、実はその僕もやってたの機械工学科で結構ユーザビリティとかっていう話が入ってくると、なんかそこに
例えば握りやすい形とか、なんか目で見た時にそれが心地よいと思うものは継続して使われやすいみたいなところで、なんかぐるっと回って、それがなんか自分がやりたいところのその地平の上で連結してるっていうのを発見した時にちょっと愕然としたんですよね。でもっとやっとけばよかったみたいな。ただなんか僕はいや今石尾さんが言われたことを僕 100% こうアグリなんですけど、でどこがかっていうと、僕なんか自分の人生の僕のある部分をスポイルしちゃった先生たちはいるんですよ結構。で僕結構覚えてて、で小学校時代はなんかね、多分皆さんもなんかこういう記憶あるんじゃないかと思うんだけど、特に美術の先生たちはなんかその創造性からちょっと最も遠いところに僕からするといる部族の人たちっていうイメージで、なんかその絵を塗りましょうとかで、教科書の中にもなんかそのいろんな絵の手法が書いてあって、今多分全然違うと思うんですけど、なんか僕が小学校時代だった頃っていうのはなんか今でも鮮明に覚えてるんですけど、なんか遠足行ってなんかこう絵を塗るときに、筆に絵の具をつけて、筆はなんか輪郭線は描くなとか言われたんですよ。で輪郭線描いてそこをベターっと塗るのは下手くそのやることだから、なんか点をこうやって点描しなさいって教えてくれたんですね。で今から振り返ってみると、大人になってみると、あの先生は単に多分印象派っぽいのが好きだったんですよきっと。なんだけどその個人のその先生に、で僕は結構なんか輪郭をはっきり描いて、なんかベターっとグラフィックデザインみたいに塗っていくのが好きだったから、徹底的に直されちゃったんですよ。で僕すっごいそれで苦手意識が出ちゃって、もう美術とかいいやとか思って、美術とかその、うん、なんかねそういうのすごい覚えてるんですよね。いやすっごいわかります。だからその本当よく話すのが、ある子がクリスマスツリーを青く描いてたんですよ。そしたらお母さんがトコトコトコっとやってきて、クリスマスツリーは緑でしょって言ったんですよ、うん、その子に絵破ってしてたんです、うん、でどうして破っちゃったのって聞いたら、すごい答えたことがけなげで、上手に描けなかったからってその子は答えて、すごく上手に描いてたのに、その子にとってはお母さんに褒められることっていうのがすごく大事 でお母さんに褒められた絵が上手な絵で、お母さんにとっては答えは一つである世代なので、クリスマスツリーは緑じゃないとおかしいでしょ。でもその一言できっとその子はちょっと絵に対していろんな思いを持っちゃったと思うんですよ ね。だから今デザインとか、まあ、アートのこととかもよく分かるようになって見てみると、あの先生たちがやっていた教育っていうのはいわゆる美術の術の方だったんだなっていうのがすごい思うところなんですよね。でその術を多分その先生に共感、精一杯僕が共感して思うのは、この子にこう点描というテクニックを教えてあげないと大変だわって思って多分教えてくれてた。なぜならば今はこれ点描を勉強する今時間60分だからみたいなことだったんだと思うんですけど、ただそれとクリエーションだから、結構美術とか難しいのはいわゆるこうでアートオブなんとかっていうアートに含まれるその語源的な意味合いも術っていうところってあるじゃないですか。いわゆるファインアートとかもその術っていうその術とかテクニックとかっていう部分とクリエーションっていうところはなんかすごい最先端では多分一致してるんだけども、なんかこう主張のプロセスの中の主みたいなところでいくとものすごい離れてるんですよね。なんでなんかそれってもうちょっとうまく教えてくれなかったのかなってすごい僕も悲しくなって、だから、ね、かそこをね、なんかやっぱり初等教育の先生たちは多分自分でそんなにクリエーションしたっていうことの快感とか快楽を覚えずに、そのただテクニカルなことに対してはすごく詳しいっていうところで入ってきちゃってる先生も多いので、なんか自分が切羽を教えられるところに重点を自然に置いていこうとすると、そのテクニカルなところにちょっと入っていきがちだと。でそのテクニカルな話っていうのと、まあ、さっきのあれですね、創造性で、だから創造性とアートとそのデザインととかっていうところって相当近いところで議論されているような気もするんだけれども、なんか一つ創造性をどうやって教育できるかみたいなところにデザインとかアートっていう文脈を入れ込み始めた時に、なんかそこのなんだろうな、近いんだけど異次元みたいなところすごい感じるんですよね。そうですよね。まさに私も始めた頃に一番よく聞かれた質問が、あ、アーティスト育てたいんですねっていうのをすごいいろんな人に言われて、いや、アーティスト育てたいんじゃなくて日本中の子どもたちのクリエイティビティの底上げ活動をしたいんですよみたいな、アーティストを育てたいって話と違うんだけどなみたいな。だそのクリエイティビティ行った時になんかどうしてもなんかアートとかそういう世界とどうしても紐付けてしまいがちなんですけど、なんかその創造
性ってなんだろうみたいなことっていうのをいろんな人となんか話をした時があって、その時によく出てた議論っていうのが、創造性っても3つタイプがあるよねって話で、1つがまさにそういうなんかすごい天才的な、もうすごいピカソとかノーベル賞を取った人とか、まあ、そういう天才的なクリエイティビティ、2つ目がなんかもう少しなんか知財と か, なんか著作権とかそういうところに属するような公共デザインとかそういう話で、最後にお母さんが家の中にある冷蔵庫に残っているもの で料理を作れるとか、子供が帰り道に自分だけの近道を発見するとか、そういう日常の日常をちょっと豊かにするちょっとしたクリエイティビティみたいな話っていうのがあると思っていて、でなんかどうしても一番上の話に行きがちなのがクリエイティビティ議論 で私自身はどっちかというと3つ目のクリエイティビティの話っていうのをいつもしたいなというふうに思ってるんですよね、うん、なるほどね。いや、あの創造性をどうやって教育できるかみたいな、ちょっとそのままではないんですけど、僕も会社で新しい人入ってくるじゃないですか。でそういう人たちにどうやってそのプロの、しかも高いレベルのプロフェッショナルとして の、まあ、いわゆる創造性のようなものを彼らの中にこう発言させていくのかみたいなところはすっごい日々こう考えるところがあって、で、若手の人たち、後輩たちを見てると、あのその人の持ってる素養とか傾向に2種類あるなっていうのがあって、どちらも濃厚に創造性と密結合してるんですけど、1つ目 のカテゴリーの人たちっていうのは、ですね、あの何か想像するときに自分の趣味思考モチベーションにダイレクトに、何かものづくりが結合することで、ものづくりがこうドーンって進むっていう、なんでこれを作ったのっていうと、僕がそれが好きだからですとか、これがやってみたいから作ってますっていうタイプの人が最初のカテゴリーの人たち で2つ目のカテゴリーの人たちっていうのは、これはどっちかというとデザインシンキングとかに共通するんですけども、あの自分の中にはあんまりそういうのはなくて、だけど人のために作ってあげたいんですとか、例えばその人が、例えば椅子に座ってる人のことを見て、その人のことを観察すれば観察するほどものすごい想像力が湧いてきますっていうタイプの人 で僕はあの主観派と客観派って呼んでるんですけど、それまさにアートとデザインの違いにもなるんじゃないということでもないんです。これは全然違ってて、いやこれはよく、アーティストは自分のために作ります、デザイナーは誰かのために作ります、これがアートとデザインの間を切り分けてるものですっていう言説はよく言われてるんですけど、実際の状況はそんなにシンプルではなくて、デザイナーの中にも主観ベースで作った方が人の役に立てるものを作る人って結構いるんですよ。で僕はデザインシンキング、すっごく僕あの大賛成な部分と、そのパーシャリーちょっとあの懐疑的な部分とちょっと混じってるんですけど、デザインシンキングすごくいいなと思うのは、あのいわゆる客観で人に対してこうどうやってアプローチしていくのかっていうメソッドを体系としてまとめて人が使えるようにしたってことはすごくいいんだけれども、このね、主観派の人たちにとっては妙にその人たちにデザインシンキングを注入すると、その人たちの手が止まる場合があるんですよ。でこれは結構人見てどっちかのツールを選べるようにしてあげないと、ちょっとまずいなと思ったことがあって、であるですね、K さんという、この人は慶応大学の出身で、今見てたら俺のことだって多分思うと思うんですけど、この人はですね、完全に主観派の人なんですけど、ですね、あの客観的客観、まあ、いわゆるだから観察の側に自分の創造性を預けましょうっていう、まあ、最近のデザインの潮流をその人は本とかも読んで、自分もやってみたいからやってみたんだけど、なんかあんまうまくいかないんですね。なんである時からもう多分、最高のユーザーはあなた自身だから、あなた自身が喜べそうなものに、特化してやってみたらっていうと、すごい手が動くんですよね。なんかこれ脳のなんか元々持ってるその人自身の性格とか、なんかその状態とか、あとどういう環境で育ったかとかっていうのにもなんか密接に絡んでるような気がするんですけど、なんかその創造性教育って言った時にも、なんかそういうなんか客観派と主観派、まあ、これ乱暴に分けるとその2パターンのような気がしてるんですけど、なんかその人それぞれにとって、なんかこう使った方がいい内容とか、なんかその採用した方がいいものが結構違ってるんだっていうあたりとかも、それは結局そのどの引き出しを開けるかっていう議論であって、どのいうようなやり方がベストだっていうことではないっていう、これすっごい当たり前の話で、
もうそりゃそうだよねっていう話でしかないんだけども、ただ実際現場でやってると結構そこがもわーっと分かんないまま進んでいっちゃったりして、そこでなんかこう悩みの縁にはまり込む人も多いような気がするんですよね。だから教育者では僕はないんですけども、会社の中でその若い人たちと一緒に仕事するときは、この人はどっちのタイプの人 でどういう形でその人たちに次のステップを踏んでもらって、で例えば主観派の人が完全に主観派でやれるようになったら、片足半分こっちに置きながらも観察学の方のものをちょびっとだけ入れてあげるみたいな、すごいそのプロセスをなんかその人その人にこうカスタマイズしてある程度こう作っていくしかこれないのかなと思ったり、今なんかそういうところに今の話、例えば椅子を作ろうとするじゃないですか。で主観の人は俺はこの椅子が欲しいって作るわけですよね、うん、はい、客観の人はいろんな人の座ってる様子を観察して分析して、この椅子が多分最もフィットするってなるわけですよね。でも多分分かんないですけど、その後者のタイプの人は日常的にそんなにいろんなことに対して不満を思わずに、比較的なんか適応力、よく言えば適応力が高くって、いろいろなんかどういう椅子でも比較的受け入れられるタイプ で前者の人はもうすごい日常的に結構なんか要求が強くって、悪い意味じゃなくて要求が強くって、常にこれどうすると思うと座りやすいかなみたいなことを考えているタイプなんじゃないかなちょっと思って、うん、とすると思考プロセスは実は分解していくと同じで、たまたま無意識ですごい自分の欲望の中で後者の人がやってる思考プロセスを踏んでいるってことに過ぎないって話じゃないですか。すごく奥まで行くとそういう感じなんでしょうね。見た目というか現象としては、なんか入り口のところで結構なんていうのかな、気が入んないですよね。なんか主観派の人にその観察をやってみてもらっても、なんかポイントがずれたりとか、深いところまでそれで入っていけないとか、なんかそれミラーニューロンの多さとか、なんかそういう話もあるような気もするんですけど、なんかでなんかですね、両方使える人もいるんですよ。なんか主観と客観と、それはもうそこから離脱したハイレベルの人たちっていうのはさらにその上の高みに行けるんですけど、だから入り口のところは結構そういう主観客観はかなり大きくて、でどっちの方向でその創造性っていうことを言い当ててあげるかっていうところがやっぱすごい、まあ、最近はそこ面白いなと思いながら見てるんですけど、すごい面白い話だと思うんですけど、いいですか話しちゃって。そのじゃあ創造性を育成するっていう風な話になった時に、とするならば前者の人、主観の人と客観の人で、主観の人と客観の人は出てくるアウトプットとして、例えば主観の人の方がいいものが出る確率が高いとか、そういうのってあるんですか。もしそうではなくて後者も同じぐらいだってことであるとするならば、創造性は育めるってことじゃないですか、うん、でもし前者の方がやっぱりいいものを出すよねってことであると、それってやっぱり限界があって才能によるものだよねみたいな話になるじゃないですか。そこもね、多分数直線の上に優劣でプロットすることはちょっと難しくて、うん、ちょっと向き不向きがあるかなという感じですね。なのでなんかですね、そういう人が向いている仕事であればその人はうまく解けるけれども、そうでなければそうでないということで、だからその品質とかっていうの、品質とか仕事の質とかを比べていくと実はそんなに差がなくて、単純にその今の主観とか客観とかとは関係ないパラメータの方が多いというか、だから仕事とその人のマッチングとか、例えばその人の経験値とか、そういうことの方が質に対する影響はちょっと多いような気が。ってことは結構そのいわゆる現場において、うん、そのいわゆる人材育成は可能だっていう。僕は可能だと思ってる方ですね、うん、可能だし、やっぱりそこに目覚めた人たちっていうのはやっぱり現在の自分のなんていうんですかね、価値とかと、うん、価値とその将来の自分が持ちうる価値との間にギャップを感じられるんですよ、うん、で確かヤフーさんかなんかすごくいい話だなと思ったんだけど、なんか彼らがちょっと僕また聞きなんで間違ってるかもしれないんですけども、使ってる言葉ですごくいい言葉があって、ギャップフィルっていう言葉を持ってるらしいんですよ。それはほぼ社内の公用語に近いところで、そのギャップフィルっていうのは自分が将来なりたい自分と今の自分との間にまずギャップを認識しましょうと。でそのギャップっていうのはフィルする対象ですと。なので今君ギャップフィル何やってんのとかっていうのが普通の会話で出てくるらしいんですよね。でそれっていうのはなんかその人を
あの時間軸の中で固定的に捉えるのではなくて、常にそのなんかもうちょっと先行けるっていうような、その希望とか期待とかっていうのをこうはらんだ言葉なのですごく僕好きなんですけど、でそういったタイプの言葉が、まあ、僕ら今、会社全体は40人ぐらいのチームなんですけど、あのなんですかね、ローカルでメンバー同士でこう起こるような環境ってすごい楽しいんですよね。だからでそういう空気感自体もやっぱクリエイティビティがやっぱすごい濃厚にさ、ありますよね。そのさっき場作りっておっしゃってたまさにそうだなと思うんですけど、なんか変なアイデアでもこう言い出せる雰囲気とか、例えばその、 あのなんか言ってもサポートしてくれる人がいるとか、サポートだけじゃなくてちゃんとクリティカルに言ってくれる人もいるとかっていう、その環境とかってやっぱり結構場にの持ってる力もあるので、なんかその場とやっぱりその、まあ、僕がちょっと最近思うのはその場と主観派とか客観派みたいな、だけど大体あの主観派の人は客観派の人を否定したがるし、客観派の人は結構主観派の人を否定したがるんですよ。あの結構そういう傾向はあって、これは多分デザインシンキングとかが発明されてきた過程とも結構濃厚に、まあヨーロッパのいわゆる天才型のバイネームで活動しているデザインブランドのようなブランド化された個人の著名デザイナーたちに対する、もうありていに言うとデザインの民主化運動、これはアノニマスな人でもデザインというのはあの実行しうるんだということがデザインシンキングで根底にはあるので、だからそういうところで結構ね、なんかテーゼアンチテーゼみたいな関係だったりするんですよね。だけど僕らが思ってるのは、僕らの世代っていうのはそれをちょっと踏み越えた先の多分世代で、なんか主観とか客観とか観察とかその中から出てくるものとか、アーティスト性とかデザイナー性とかはもうそれは引き出しの一つなんで、どれを開けるかっていうのは、まあ、状況と、まあ、その人の向き不向きで決めればいいんじゃないのとかっていう、そのおおらかさみたいなものをあの自分たちではちょっとあの突き詰めていきたいなと思っているんですけどね。これはあのデザインの歴史 の, あの文脈の、まあ、モダニズムがあってポストモダンがあって、そこから先いろいろあってデザインシンキングがあってみたいな、じゃあ次なんだろうかって思うときに僕らが今あの考えているところのあたりの話なんですけど、タワーさんどちらのタイプですか？僕はね、いや僕はどっちかというとね、実は主観派なんですよ。そんな気がしてます。もともとは主観派なんですけど、あの僕はただ客観派の人たちがやる仕事に僕結構素直に感動するタイプなんで、あのすげえなとかって思ってできねえなとかって自分では、でそれを見てるのが楽しいんで、まあ多分あの大丈夫なんだとは思うんですけどね。自分がうまく客観あのデザインシンキングとか使いこなせてるかなと思うと、まあ本当に上手い人に比べたらまだまだだなと思いますけどね、うん、なんかその玉美の須永先生 の,、はい、あの変形型のデザインシンキングが私非常に面白くて、うん、あれまさにその主観派のためのデザインシンキングかなと思ったんですけど、その10歳の自分メソッドでしたっけ、はいはい、その10歳の自分に帰って、でそれがあの何が欲しいってこういうことやりたいですみたいなことのにすると、逆にその本人の表現をうまく、うん、あの伸ばしつつなおかつ一般化をすることができるみたいな言い方があって、はいはい、あそれはそれまたメソッド足りるところもあるのかなと。いやそうですね、まあそれ多分須永先生がやってらっしゃること、多分メタクリエーションの世界で多分その10歳の自分に変える手法が一番多分こうあの効果を発揮するのは多分須永先生の脳みその中だと思うんですよね。で何かそういうレベルまでいくとあの締めたものというか、あの周波リーのプロセスでいくと多分あの歯からリーぐらいのところだと思うんですよね。なんか教えられたものを疑ってかかって、それに対する、まあ、アンチを作ってみて、だけどアンチもアンチじゃないのも飛び越えた先になんか自分と一体化したなんかがあるっていう、でこういう自分にこう取ってベストのやり方みたいなものをクリエーションするためのツールを自分でクリエーションするとか、あのなんか作るための、思考プロセスを自分のために作ってみるとかっていうところに行き始めた人っていうのはすごく伸びがその途中からこう良くなっていくので、なんかただそれもちょっと段階を踏んでいかないとなかなか最初からそこにはいけないので、あのさっきちょっとあの時間軸の中で考えるのが最近自分の中であの大きなテーマになってるって言ったのは、結構タイミングが重要だなっていうのが、多分ね先生なんかすごいね、稲見先生もそう思う、学生とかをこう指導していくときにどのタイミングで何を言うかって多分すごい大事ですよね、うん、きっと、まあ、日々試行錯誤ですね。ですよね、はい、なんかそれすごい感じます。このタイミングで言うと潰しちゃうなとかありますよね、うん、それは1973年に何とかがやってとか言い始めるとなんかダメになっちゃうんですよね。
間軸の話もありますけど、当然なんかそのチームの話もあるじゃないですか。ありますね。個人としてのクリエイティビティと集団としてのクリエイティビティっていうのの違いっていうのもあると思っていて、でよく実際研究結果としてもやっぱり集団であの天才っていうのはある時期まとまって出てくるみたいな、あるその集団でいることによるクリエイティビティの相乗効果、例えば私たちも子どもにワークショップとかやるときに、あるその自分の限界値を補ってくれる人がいることによって、実はその瞬間になんか自分のクリエイティビティがなんか瞬間的にボンと上げられるみたいな時ってあるじゃないですか。でなんか例えば、今後 の, なんかその何かクリエーションするってことっていうのは、先ほどバイネームかデザインの民主化かみたいな話ありましたけど、個人に依存するものってどのぐらい残ってるのかっていうのはすごい興味があるんですけど、例えばディズニーなんかも完全に集団としてのクリエイティビティの発揮のフェーズじゃないですか、うんうんうん、そこら辺どうなんですかね。どうなんでしょうね。多分それも いろいろだと思うんで、いろいろあっていいと思うんですけど、あの最近は結構なんか時代の状況としてはもういろんな分野がオーバークロスオーバーし始めちゃっているので、なんか大きなあのものを作ろうとすると、大きな世界観のものを作ろうとするとやっぱり一人でカバーするのはもうなかなかあの僕ら日々仕事でやっててもちょっと難しくなってきてる。昔よりも難しいと思いますね。昔やっぱね、カーデザインって言ったらカーデザイナーはできたんですよ。けど最近カーデザインって言ってもあのじゃあ AI のことも分かってなきゃいけないし、社会のシステムとか軍で動いた時の車みたいな話になると、なんかカーデザイナーがこうサラサラっと絵描いて済む話題じゃなくなっていくので、なんかその会話の中で、ただハイレベルな会話の中でなんかそういったものをこうインテグレーションしていくような力っていうのが昔に比べたらもうすごい顕在化してきてると思います、ニーズとしては。そうですよね。だからそのクリエイティビティっていうものの定義っていうのもそうなってくると少しずつ変わって、もともとクリエイティビティいろんなものの総合力だと思うんですけど、特にコミュニケーション力みたいなものがクリエイティビティの中で占める割合っていうのっていうのが今後のクリエーションにおいては結構大きくなってくるのかな。今チームの話が出ましたけれども、逆にさらにそのチームでお伺いしたいのが、あの私最近感動したのはそのワトソンクッキングってありますね。その IBM のワトソンとシェフが一緒にコラボしながら、あの新しいメニューを考えていくみたいなところという、つまりその人と誰か自分の保管する人とパートナーを組ん でチームで作るというのもチームのメンバーの一つとして、将来コンピューターが入ってくるということとかはどう考えになりますか。電脳戦のでやってるうちに、なんか若手 の, あの棋士の方たちは、むしろそのコンピューターの手とかを新しい定石として覚え始めたりということがあってくると、そういうあの今までそれなりにまたクリエイティブな作業と言われていた、一緒に飲みに行けないとかいうのは物理限界としてあるかもしれないですけど、なんかアイデアって変なところで生まれたりするので、僕らもすごい思うんですけど、ミーティング中になんかすっごいなんだろうな、パンチのあるアイデアが生まれる場合もあるんですけど、僕らがなんかこうタクラムの中で経験的に知ってるのは、フラッと立ち寄った先の 2,3 分の会話とかで、あっていうこととかすごく多いんですよね。だからなんかこうセットアップされた環境での対話とかっていうことじゃないところにコンピューターをどうやって入れていくかみたいな、そのいわゆるセレンディピティとかいうような話のところに行くのかもしれないですね。それを設計してくれるようになるかもしれません。知能体としてはまあもう十分なのかもしれないですけどね。人工知能が発達していった先にどのぐらいまでのクリエイティビティをコンピューターが保管してくれるのかっていうのはちょっと興味あります、ね。はい、それがまさに今度はその未来のクリエイティビティってなんだろうということだと思いますけど、その今までその想像というところは決してあの人間の特権ってことにもなっていたんですけれども、あの最近 の, あのディープドリームとか見ていてもあ、いいですね、結構面白いですね、はい、怖いですけどね、あれ見るとただあれも実際中入ってみると、なんか山ほど多分打作があるはずで、そうですね、でその山ほどある打作の中から Google のエンジニアがすごい結構趣味のいいやつでこれって選んでるような気もするので、本当のところが知りたいですけどね。わかりました。というところで、あのそろそろ時間になってきてしまったんですけど、まだまだあの本当はいろいろと聞いてみたことあるんですけれども、もしあの会場の方から何か質問してみたいこととかがあればお伺いしてみたいんですけれど、というふうに突然振られると困ってしまうというのがあると思うんですけれども、何でしょう、創造性ということ自体昔から変わらないか考え方なんですかね、それとも実は時代によって変遷してるってこともあるような気もするんです。何をもって創造性、そう創造性、何をもってどう判断するか次第だと思うんですけど、はい、僕はこれ多分石戸さんと近いかもしれないんですけど、あの例えばデジタルツールとかいうことで結構やっぱ変わってんじゃないかなと思う方で、まあ、逆に言うとその差が
はっきり分かるようなところで仕事したいなっていうあの希望を個人的には持ってますけど、多分変わらない部分は山ほどあるんだと思うんですけど、ね、まあ、それはそれであの、まあ、存在してくれてていいので、今まで存在してないような創造性の発言のパターンとかあの作り方とかっていうのを新しいツールとかでやること自体はすごいやっぱ楽しいので、それができるといいなというような気はしますけどね。でさて、ではあのそろそろあの時間になってしまったので、まとめさせていただきたいと思うんですけれども、まずあの実はよくよく考えたら私もあの KMD 来る前は機械を教えてたので、そういう意味ではあの機械が3人いたはずだったんですけど、私も実はその KMD 行くときにあの同僚の先生たちが何を言われたかというと、稲見先生アーティストなんですかというふうに言われて、あ、やっぱりそういう考え方なんだというところが、まずいろいろと逆に今までのその工学部というところでいろいろと危機的に感じたところもあったりするんですけれども、まあそういうそのところ出身で、まあ非常に世界的に活躍されているあのお二人がからいろいろとそのクリエイティビティというものに対する考えを聞けて、まあ非常にあの私自身が勉強になったと思います。でまたあの今後きっと皆さんはどんどんあのお二人はもう十分クリエイティブな方々なんですけれども、まあそういう人たちをどんどん育てていくという立場になると思うんですけれども、またあのいろいろとこういう機会でまた議論させていただきながら、あのもっと面白い世の中になればなと思ってます。私もそのよく生みの苦しみっていうじゃないですか。でも意外と生みの楽しみってありますよね。実はそのいろいろと思いついて作ること自体が実はすごいエンターテイン自分もするし、また周りにも喜んでもらうってことなので、なんかそういうなんかニコニコできるような、それを楽しいと思うような人たちというのがどんどん世の中に増えてくれればいいとお二人の話を聞きながら、思った次第です。ということで、あのお忙しい中、時間をいただきましてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。